皆様こんにちは、ファンパスアートのいろはです。今日はファンパスアートでカラスを描いていきたいと思います。使用するのはダイソーさんの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙にカラスと羽の下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。くちばしの部分は後ほど切り抜いて使っていきます。こちら使いやすいようにカットしておきます。それでは早速描いていきたいと思います。あらかじめ白いパレット用の紙の上に必要な色を茶こしで削って準備しています。青色、ピンク色、灰色、黒色を削っています。カラスの型を合わせて動かないようにテープで固定しています。コットンを四つ折りにしてパレットから色を取って塗っていきます。続いてくちばし部分を切り抜いて色を塗っていきます。くちばしの部分を切り抜いて型を合わせた状態です。内側の色を消しゴムで消していきます。少しグレーを足します。消しゴムでツヤを描いていきます。型を外すとこのような状態です。で続いて羽の型を合わせて内側に色を塗っていきます。で続いて黒ペンや色鉛筆で細かい部分を描いていきます。で足と羽を描き入れます。白ペンで艶を描いていきます。今回は修正ペンを使って描いています。少し艶が大きくなってしまったので、こちらは乾いてから黒ペンで塗り足そうと思います。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これでカラスの完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。